マリーディン・ホーンとヘンリー・ルイス・マリディン・ホーンはアメリカのペンシルベニア州ブラッドフォード生まれのメゾソブラの歌手ロッシーに歌手として知られバロック時代の歴史的ベルカント・オペラのレパートリーを現代に広げた南カリフォルニア大学でウィリアム・ベナードに学んだ後ロッテ・レーマンに指示したデビューは1954年にミュージカル映画カルメンの主役 カルメンの歌の吹き替えという移植の形となったが、1954年にはロサンゼルス歌劇場で、売られた花嫁の旗役で初舞台を踏み、しばらくはコンサートを中心に活躍した。1956年には初めてヨーロッパに渡り、翌年ドイツのゲルゼンキルヒエン私立歌劇場と契約した。1960年まで同歌劇場を中心に、 ウィーン国立歌劇場やベネツィア音楽祭にも出演した。1960年にはアメリカに戻り、サンフランシスコ歌劇場、シカゴ歌劇場に出演した。1964年にはイギリスのロイヤルオペラハウスでボチェックのマリー役を歌い、イギリスデビューを果たす。彼女の転機と言えるのは、1961年2月にベッディーニのオペラ、 ベアトリー・チェ・ディテンダのニューヨークのカーネギー・ホール公演で、ジョーン・サザーランドの相手役として抜擢されたことである。そこで彼女は、それまでのメゾソプラの歌手よりも装飾歌唱を駆使した、強靭な声で、サザーランドと互角に渡り合った。そして彼女の名声を確固たるものとしたのは、1964年に、カーネギー・ホールにおける、セミラー・ミデでのアルサーチェ役によるサザーランドとの共演である。 広い音域にわたる村のない強靭な声で、装飾歌唱を自在に駆使してサザーランドとの緊迫した演技を披露したことにより、ロッシーニ歌手としての名声を受けた。サザーランドとのコンビでは、ベッディーニのノルマのアダルジーザ役でも共演した。他にも1969年には、ロッシーニのコリントの包囲のネオクレ役を演じ、さらにはタンクレーディのタイトルロールといった、 ロッシーニの断層主役たちを復活させたことが大きな功績となる。また、ヘンデルのリナルドやビバルディのオルランド・フリオーゾ等のバロックオペラの英雄役の発掘にも成功し、歴史的ベルカント・オペラを聴衆に知らしめた功績も大きい。このように、オペラにおけるメゾソプラノ歌手の活躍の舞台を広げたことは、チェチーリア・バルトリア・ベッセリーナ・カサロバ、 ジェニファー・ラーモアといったロッシ,シーニを得意とするメゾソプラノ歌手を多く輩出する下地ともなった。このため、ホーンの活躍を機にメゾソプラノの歌唱技術が飛躍的に向上したことを指して、ホーン以前、ホーン以後と分ける者も,もいる。1970年代にはジャコモ・マイアベエアの予言者のフィデス役に登場している。1977年1月のメトロポリタン。 歌劇場と1979年9月のメトロポリタン歌劇場による再演が代表的な上演となっており、式はいずれも夫のヘンリー・ルイスが務めた。以上のような功績にもかかわらず、遅くとも1990年代までの日本におけるコーンの評価はサザーランドのそれと同じくお世辞にも高いものとは言えなかった。その理由として、 ホーンの声が強人での太いものだったことに対する政治的な嫌悪感を日本の評論家たちが抱いていたことが挙げられる。ありがとうございます。